はいどうもこんばんはじゃなくてこれおはようございますなんですね。いやまようでございますよ。今ですね、今日本日はですね、2019年令和元年の12月28日、ただいま5時、朝のですね、午前4時50分かな、もうすぐ5時になるぐらいの時間帯だと思うんですけど、何をやってるかというとですね、今日はですね、これですね、続きか、先にね、1回目を取っておりますね、切符を購入したってやってましたね、28日から30日の間でですね、土日エコ切符じゃない、週末フリーパスね、近鉄の、週末フリーパスを購入しましたので、それを使おうということで、今いるのはですね、これですね、朝も早くの、全く明かりもついてない、近鉄四日市駅ですね。いつもの近鉄四日市駅なんですけど、全然ね様子は違います。車も全然ないですと、当然ね、タクシーも全然止まってませんと、言っとったら走ってはいるんですね。まあ週末ですからね。で、いくつかね、いろいろとね、やろうというね企画はね考えてるんですけど、まずはね、第一弾ということでね、これね、朝一のね、近鉄線のってことになってますよ。さあ、四日市駅に来ましたよ。始発が5時16分からスタートなんですね。朝しか見えないですよね。全部普通列車、オールブルー。これ朝だなではある。まあ別にこれを撮りたいから来たわけじゃないですね。今日はね、目的は、週末フリーパスを買ってあるんで、もうどこにでもね、行けるわけです。ということでね、早速ね、これね、元を取るためにというわけじゃないんですけどね、朝一のね、これ、休日ですから、5時30分ですね、伊勢中川行きの普通でしたね、これでね、スーッと移動していきたいなと思ってますよ。実はね、このね、朝9時半のね、伊勢中川行き普通でしたね、朝の新幹線を乗ってね、元を取ろうかというはずですけど、まあ、そういうのもあるんですけどね、この列車一つには、ちょっと面白い運用があるんですよね。実はこのね、伊勢中川行きですね、ちょっとというか、かなりね、珍しい運用の仕方なんですけど、まあ、先にちょっと改札くくってみましょうか。これは、通したらいいって聞いてるんで、通していってみましょうか。おー、通れた。こういうふうに、刻印が入ってくるんですね。四日市に、で、4時59分入場と。あ、これいいですね。5時前に入場したと。ギリギリ入場ですね。ということで、これね、5時30分発のね、石中行き、普通でしょ、だったかと思います。で、これかな、石中から、本町が急行に変わるというね。石中川はこの電車が選択します。つまりね、これがね、一番早く石中川に行けるのが、途中で抜かれないんですよね。普通で、ね、大体ね、石中川行きのね、普通列車って言ったら、途中でどんどん退避をするもんなんです。特急がバンバン走りますからね。10分単位とかで走ってきますからね。なんですかね、これは整備っていうのもね、まあ十分珍しいところなんですけど、まあ始発ならではですね、ちょうど電車がやってきました。時間にも余裕あるんで、目の方していきたいと思いますけどね、まあ、何が珍しいかというとね、まあ、この電車で運用の仕方が面白いんですよね。多分この電車で合ってると思うんですけど、まあ、世の中にはいろんな変な運用あるじゃないですか。特にね、お隣の名鉄さんが有名ですよ ね、種別変更したりやら、締め切りしたりやらね、いろいろとね、行き先変わったりとかね、あるんですけどね、これもね、近鉄はあまりそういうのがないと言われる中でですね、実はすっげえ変な運用なんですよね。これ、伊勢中川急行です、の普通列車でなんですけど、この列車ね、伊勢中川にね、着かないんですよ。何のこっちゃ、絶対に着かないらしいんです。どういうことかというとですね、この列車始発かでね、入れ替わるんですよ。どういうことやって、今ってよく分からないと思うんですけど、私もね、実はね、1回だけね、当たったことがあるだけなんでね、あれのやつ、実は時刻表みたいな、特にその旨ね、ここでは書いてないんですよね。途中からね、これにね、にょっこり現れるらしいんですけど、これがね、始発かに、ね、車庫がありません。実はこの列車、その車庫までしか行かないんです
で車庫のところでおそらくその列車がもう一度待機しとって、それで、はい、乗り換えてそこからまたってなるという一つの列車、普通は、品川行きってやつなっとったらもうそのままこの列車が行くじゃないですか。で、ね、増解決するとかっていうのもよくありますよね。4両のうち、ね、前2両を切り離して最後まで行くのが、そっちまでしか行かないでね、これはもう名鉄でもねお家芸としてありますけど、何を隠すこの列車3両編成これが全部行かないんです。この車両3つともね、そう全部ね始発から止まっちゃうというほんまかいなということでね、多分これねちょっとあのここまで、ね、説明しといて違ったら、すっげえ恥ずかしいんですけど、どうもするにそういう運用らしいんですよ。なんて言ったらいいんでしょうね、種別変更でも何でもないです。他にないんですよねこういうの聞かないんですよね。まあなんかねもしそういう用語があるならねぜひ教えていただきたいところなんですが、まあ、とりあえずね寒いですね乗ってこと思います。あ、じゃあもうちょっと飲み物は しばらく控えると思います。だいぶね飲みましたしね。先頭車を覗いたら一人一気を本列車は30分発の北海道行き、列車です。各駅に停まります。この先途中白塚駅で車両の取り替えを行います。あらかじめご了承ください。途中白塚駅で車両の取り替えを行います。あらかじめご了承ください。発車いたします。一旦扉が開きます。ご注意ください。右側の扉一旦開きます。ご注意ください。伊勢中川駅に無事着きましたよ。もうね、列車はね上本町空港にね標識があったんですけど、横町からそのまま一緒の列車じゃねえか途中で変わってますからね。ですけどあれなんですね、空港運用に着くんやから当たり前っちゃ当たり前ですけど、これ乗り換えた電車は4両編成なんですよね。これも不思議なもんですよね。そう、ね、こっちの電車の方のね、まとめをしとくと、そう、あの、1、2、3、そう、4両編成に、始発区からね、乗り換えてから4両編成なんですよね。で、あとは、あれですね、広告が結構、出るとか、大阪行きの広告になって、多分大阪方面のね、
運用につく、列車ということでこうなってるんでしょうね。なんでこれを同じ石中行きの普通列車で運行してるのかは私よく知らないんですけど、ね、事情してる方がいたらぜひコメントでね教えていただきたいところですけど、まあ、ひとまずね、こっちの、ね、あの石中行きの、ね、5時半発の列車に乗ってみたというのはこれでね、終わらせていただきたいと思います。この後もねどんどんね、今日はもう、動画撮ってきますんでね、ひとまずこの動画はねこれで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。